ってさらに大きな地面反力を得ることができると考えています。実はこの肋骨と肋骨の間をうまく広げたり閉じたりする運動が実際スポーツパフォーマンスに必要な柔軟性であると考えます。体重60キロの人間だったらば588ニュートンで体が引っ張られているわけです。それに逆らって出るのではなくて、それに引っ張られて自分がかかとを押す力が加わって前への推進力が生まれます。ぐっと歯を噛みしめることで今この辺りに胸鎖乳突筋であるとか肩周りの筋肉が緊張し始めますので、胸を前へ送るような感覚で走ると肩甲骨周りもリラックスされていい状態が出来上がります。安定して最初からやれることを目指すんではなくって、その不安定な状態をいかに上手に使いこなしていくかという。